君を思う気持ちは影を伝えられず僕はただよ。ふと気づくと僕はここに立っていた。痛くはずのない気持ちを片手に巻き戻してみたら、この想いは見えるのかな。早送りしたらこの感情は残るのかな。そんなわけないって笑ってみるけど、その笑いすらも不自然で、君を思う気持ちは影の長自分に素直になれない。本当はもう気づいているのに、ただ言葉にできない自分がうついてるの。意識すればするほど遠のいていく。それが寂しいのはなんでだろう。にて態度で話しながらしたい。いつもよりなぜか冷たくして、君を思う気持ちは影の、まだ自分に素直になれない。本当はもう気づいて、ただ言葉にできない自分がいるだけなの。何気ない仕草でも目だけは君だけを追っていた。なんて考えた時はもう好きだった。君と会う決めた日はどれだけ自分を隠しただろう。嫌われるのが怖くてって考えた時に愛してた。何気ない仕草でも目だけは君だけを追っていた。なんて考えた時はもう好きだった。君と会うと決めた日はだけ自分を隠しただろう。嫌われるのが怖くてって考えた時には愛してた。ああ愛してた。愛してた。ゆうゆうチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうゆうでーす。こんにちは、ケンタです。ということでですね、今回はワオクロックさんのカゲロウを歌いました。はいはい、もう一回いい声で言ってもらっていい？ワオクロックのカゲロウを歌いました。グッズグッズグッズ。この曲、本当にいい曲だなって改めて思いましたね。これだって何年前の曲だってぐらい昔の曲なの。確かに、うん、だって、うん、学生の時聴いたもん。学生の時ちょうど聴いてた。同い年みたいな喋り方する。6人したぐらい。6人したぐらい。何、小学校で聞いたよ、とじゃ。高校生、本当に、ね。あ、でも別に出た、出たてで聞いたわけじゃないじゃないけど。うん、俺は、うん、感情エフェクトってアルバムで、うん、ワンオクロックを初めて聞いたんだけど、うん、CD ウォークマンずっと聞いて使ってたんですよ。うんうん、それこそ本当、毎日2枚の CD 持ち歩いて学校行ってたの、うん、東京まで。うん、で、
学校に行ったら、うん、日本のロック最高だからみたいな、うん、もし聞けよみたいな感じで来て、うん、で最初ラッドウィンプスだったんだけど、うん、その子が、うん、ラッドウィンプスよかったったらじゃあこのまま聴けっつって、うん、ワンオクロックの感情エフェクトっていうアルバムを貸してくれたの、うん、めちゃくちゃいい関係だな。そうそう、で聴いてて、うん、かっこいい声だなと思って、うん、でその前のアルバムをツタヤで借りて聴いたんだよね、うん、確かそれに入ってんのよカゲロウは、うん、そのアルバムがめちゃくちゃ好きで、贅沢病気した。そうそう、贅沢病、はい、そのアルバムめちゃくちゃ聴いてた、うん、あと何か工房とかだっけ、煙欲望に満ちた青年だ。あ、煙とかもめっちゃいい。工房はまた違うか、うん、その煙って曲とかめちゃくちゃかっこいい、うん、このままだと自分だけじゃなくてこの世界壊れるだろうみたいな感じの歌詞だったと思うんだけど、うん、なんかそこの歌詞がすごくなんかいいなと思って、うん、すごいカラオケとかでも歌ってたし、うん、贅沢病と感情エフェクトのアルバムも俺はめちゃくちゃ聴いてた。確かにその後のアルバムももちろんかっこよかったんだけど、うん、もうその後ぐらいからはねまた洋楽に戻ってて、うん、また、うんね、本当にボンジョビ1枚もう永遠に CD ボーカルだったから俺はジョン・ボンジョビよりもボンジョビ歌えると思うそれ言い過ぎだろ。いやいやマジマジこれマジマジで本当に全部歌える、うん、イントロドンとかできるもんね、うん、ぜひいつか企画お願いします、ね、はい、相手がいねえんだよ、まあ、だからハードロック好き連れてきてよ。確かにこのカゲロって、うん、静かでも、うん、結構本物はロックチューンなんだよ、うんうんうん、結構、うん、なんつうんだろうな、バラードチックだけどバラードじゃないんだよ、うんうん、でもメロディーラインとか結構バラードっぽくて、うん、アコースティックギターでしんみり弾いても結構合うなと思って、うんうん、テンポもちょっと遅めにしてさ、うん、歌ってもすごく、うん、なんかスッと入ってくる歌詞だから、うん、か今回歌ってみようと思って、うん、この曲の何が好きかってもちろん A メロ、B メロ、サビもすんごい素敵なの、うんうん、ただその最後のさ何気ないしそれも目だけは君だけを追っていたのとこの最後のあそこあるじゃん、ロマンチックスで、あそこのもう好きだったなんだけど、うん、最後のとこだけタカさんが、うん、もう好きだったってこう上に上がるんだよね、で1回目はさ、うん、抑えめで2回目がグッていくんだけど、うん、そこが個人的にめちゃくちゃ好きで、うん、でもカラオケだと自分とかで歌うときはさ、うん、全部開けたくなんだよね、うん、カラオケだとやっぱ原曲に合わせに行くの。いや原曲に合わせに行かない。あもう行かない。かますんだ。かますっつうかもう自分が気持ちよく歌っちゃうけど、うん、歌った後に原曲とかたまにさ、うん、もうカラオケ行ってすぐ聴かないけど、うん、別にこう歌ってさ、うん、何日かたまたまこう聴いてたら、うん、この歌い方の方が感情もスッと入ってくるし、うん、いいなって思う、うん、なんかやっぱりあの一番かっこいいところをさ、うん、ほんと最後の最後に撮ってあるんだよね、うん、やっぱ歌うまい人あるあるだよそれ。抑えることできなくない？その歌うまい人はさ、伝えるためにどうやったら伝えられるかと思うけどさ、やっぱ歌下手な人間としてはさ、もう常に全力を出すからさ、なんかもうちょっと抑えた方がいいと思う。いやでも伝えたい気持ちはあるから伝える術を知らないんだけど、伝えたいって気持ちがあるからやっぱフルでいっちゃうよね。チューがめちゃくちゃ面白いのは、シャッターの時もそうだけど、うん、こうやって歌った方がいいよって言うじゃん、うん、したらちゃんとそれをやろうとするやろうとすんのよ、うん、俺家でさ、めちゃくちゃ教えてたの、うん、ここはこうして、ここはこうして、うん、ここはこうした方がいい、ここはこうした方がいいってすごい言うと、うん、めちゃくちゃフローでめちゃくちゃ感じレコーディングすると全部飛んじゃってるからピンとしたね、レコーディングは、うん、だからまあまあね、とりあえずそんな話はどうでもよくて、はい、本当は今回のさ、この曲の最後の、はい、愛してたで、この終わるさ、うん、この感じもすごくいいなと思って、はい、愛してたって意外とさ、うん、この後半に持ってくる素敵さ、うん、最初から持ってくるんじゃなくて、うん、最後に持ってくるこのなんかおしゃれさ、うん、すごいいいなと思って、うん、本当にこのカゲロウは、うん、結構カラオケでもやっぱりさ、うん、まああの昔から少しこ上手だったから、うん、もう一回お願いしていいですか？あ、自分あの昔からカラオケそこそこ上手だったの、うん、だからやっぱりワンオクロックさん歌ってって言われること多かったんだけど、うん、じゃんこのカゲロウを歌ってって言われることすごく多かったから、うん、やっぱりすごく、うん、みんな好きな曲だったの、うん、自分だけじゃなくて、うん、やっぱ歌うまいと歌ってって言われるんだね、まあ、あーちょっと言われるかも、俺もよく言われるわ笑われてんだよ笑われてるけどまあね、ワンオクロックさんのこの、うん、贅沢病っていうアルバム、うん、すごく素敵なので、まあ、皆さんもいっぱい聴いてると思うけど、皆さんもね、ぜひね、うん、昔のアルバムもすごく素敵なので、うん、聞いてると思うけど何回も言うけどまあね、聞いてみてもらえるととても嬉しいです。はい、ということで、はい、まあ今日はこんな感じで終わりたいと思いますが、終わりますか、そろそろいいですか、もうちょいで終わっちゃいます、ごめんなさい、はい、お付き合いくださいチャンネル登録とグッドボタンお忘れなく、おやすみなさい。チャンネル登録お願いします。